そまもるはじめは、中華民国の政治家、技術官僚。鉄道、交通、建設部門のテクノクラートとして、国民政府の隠し建設事業で実績を残した人物である。また、陳達夫の学友で、中国国民党では CC 派の一員と目された。名は、のりひろだが、字のようはじめで知られる。北洋大学講野系を1923年に、 卒業する。その後、同学の陳達夫と共に、アメリカに留学、ピッツバーグ大学で、修士学位を取得した。また、留学期間中に、国際学生会会長に選出されている。1926年に帰国して、甲州に戻ると、そ守るはじめは、陳達夫の兄、陳顔の推薦を受けて、甲州国民政府に任用された。北伐のために、 軍事工場設立の任に当たっている。9月、国民政府協、勤務委員会委員に就任し、以後、中国国民党、関東省党部常務委員権、青年部長、国民革命軍総司令部広報総政治部主任、関東省政府建設庁長,長長などの要職を、歴任した。1927年に上海クーデターが起きると、そ守るはじめは、 公衆を離れて説だけ率いる部隊で任務につき、後に国民革命軍軍艦団政治部主任に任ぜられた。翌1928年2月、国民政府建設委員会常務委員に任ぜられ、1929年1月に副委員長に昇進している。委員長の張志杖は、石膏省政府主席を兼任していたため、建設委員会の多くの事務はそうによって担われ、 実業建設や推理等の方面で拉ワ腕を振るった。1932年に、ゾマモルはじめは、石膏省政府建設町長に転じ、省内行動網や鉄道の整備に尽力し、成果も顕著であった。この功績により、ソは、小解析から、節四省変区航路署所長に起用され、中国共産党討伐のための軍需輸送路整備に従事している。 まもなく、軍事委員会委員長行営航路所所長も兼任し、紀州省を中心とする省県、川県、天県航路の整備に努め、中国西南部における重要な行動網を樹立した。1935年12月に鉄道部政務次長、1936年春には、新土建設委員会委員長に抜擢され、国内各地の鉄道網、道路網の整備にさらに取り組んでいる。 なお国民党では、第3期から第6期まで連続して、中央執行委員に選出され、陳兄弟との縁から CC 派の一員と目された。ソマモルはじめ別かけ1935年頃から、小解析の密命を受けた陳達夫は、共産党との和平交渉を開始していた。そしてソマモルはじめは、陳の密使として、共産党との秘密交渉を担当している。 1936年8月に、祖が公衆市長に任せられてからも交渉は継続し、特に、周恩来との間で密接な連絡を取り合った。これら秘密交渉には、同年10月頃から、陳本人が直接従事することになり、蘇は交渉より離れたものの、その後の第二次国境合作成立に多大な貢献を果たした。1937年5月、 ソ守る初はじめは、関東省財政庁長に就任する。日中戦争勃発後の1937年10月に、軍事委員会西南進出口物資運輸、総経理どころ主任を兼任し、公選のための軍事物資の取引、調達に従事した。1938年10月に、広州市が陥落すると、蘇は、関東税系団体を率いて、 関東省西部の高安市県に退却し、公戦を継続している。翌1939年1月に、小会席の召喚を受けて、祖は重慶に移り、間もなく天面鉄路、ただし弁に任命された。祖は自ら工事要員を率いて現地に赴き、困難な環境の中で鉄道建設事業に従事している。1941年12月、 日本軍がヤンゴンを占拠したため、天面鉄路建設任務は中断を余儀なくされた。ソマモルはじめは、小介析に召喚されて、軍事委員会公廷委員会主任委員に任命され、国内各地の空港建設、整備に取り組んでいる。1942年12月、交通部部長に起用され、引き続き、中国西南部、西北部の交通整備事業に従事した。 翌年1月には、航路総局を新たに創設し、自ら局長を兼任している。1945年1月、天面鉄路建設事業の際に感染した病で、足を痛め、交通部長を辞任、アメリカで治療に当たった。戦後は1948年に、立法院立法院に選出されている。国境内戦終盤の1949年に、香港へ移住した。 1969年8月28日、香港にて病没。去年72、ありがとうございます。